第9レース1着となりました福岡の園田匠選手です1着おめでとうございますありがとうございます今日のレースは短期での競争でしたどのように走ろうと思ってましたかもう流れに応じて自分の盾だけ信じてきました道中いかがでしたかいやもう余裕あったんでもう直線確実に1着取りに行きました直線鋭い伸びでした一掃した感じはどうでしたかそうですねもうコーチバンク相性いいんで真下、うん、も1着狙っていきたいと思います 今日走っててバンクコンディションはいかがでしたか。いやもう風もなくてとても走りやすいバンクでした。ということは相性もいいということで明日明後日し明後日も期待してよろしいですか。そうですねも優勝目指して頑張ります。お見せください。どうぞ皆様大きな声拍手をお願いいたします。